まあ、サッカー自体が結構、まあ、個人それぞれの判断に任せられてる、これが課題だとか思いながらあんまやってはなかったんですけど、まあ、いい意味で勝ち癖がついてきたのかなっていう、アピールだと思ってやってる選手も、まあ、多くいると思うんですけど、変にミスして練習の邪魔とかしないように、いや大変ですし、正直今も大変です。やっぱりそのボールを奪う技術とか予測がすごいなと思っていて、そこでなんか立花選手が大事にしていることって、そのボールを奪うことに関して大事にしていることってどんなこと？まあ、インターセプトとかだったら、相手の持ち方だったり目線だったり雰囲気をしっかり読み取ることだったり、まあ、その中で自分がインターセプトしてるっていう雰囲気を出さないように、違う方向にやろうとしてる雰囲気を出すことだったりっていうのは、まあ、意識しながらやってますけど、まあ、球際の部分だったらもう気持ちいいっすね。僕なんか立花選手が足腰が強いなって思っていて、なんか体の入れ方とかもなんか下からグイって入っていくような感じが印象を受けるんですけど、そのあたりって昔から自身のなんか強みとして持ってるんですか？そうですね、まあ、昔から足グイって入れるのは得意ではあったので、まあ、体が弱いんで、まあ、相手の前に入んないと取れないから、多分昔からずっとやってたことではあるので、まあ、それは生きてるのかなと思っています。ちょうど昨シーズン、そうですね、中盤戦で出して、でアンカーのポジションでそのスタメンだったと思うんですけど、やっぱりすごく立ち位置が難しいポジションなのかなっていうふうに外から見ていて感じていて、そのそこを掴むというか、それなんか気をつけていることってどんな、ピッチに立ちながら気をつけていることってどのあたりになりますか？アンカーはアンカーなので、まあ、変に動きすぎて開けちゃうっていうのは一番良くないとは思ってるんですけど、まあ、逆にそこに留まりすぎて他のところに出ていけないっていうのも良くないと思ってるので、まあ、自分の運動量を生かすためにも、まあ、前に出ていくことだったり、サイド際まで出ていくことを生かすためにも、より相手の立ち位置だったり相手の持ち方だったりっていうのを意識しながら、外に出ていったり前に出ていったりするようには意識しながらやってます。結構そのアンカーのポジションだったからっていうのもあると思うんですけど、昨シーズンから今年前半ぐらいまでは結構ボール奪ってすぐ、ま、味方に預けるというか、預けるプレーがなんか多かったなって感じていたのが、結構最近自分からっていうプレーが増えてるような気がするんですけど、そのあたりなんか意識の変化っていうのありますか？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、練習の中からも、まあ、簡単に近くの味方に預けることじゃなくだけじゃなくて、遠くから見ることだったり、前から見ることだったり、まあ、自分で運ぶプレーだったりっていうのをもっと増やしていけっていうふうにお兄さんからも言われてるので、まあ、そこは練習でやってることが少しずつ試合でも出てきてるのかなと思います。なんかお手本にされてる選手とかっているんですか？まあでもそうですね、局面そのターンの部分だったり、まあ、いろんな部分で、まあ、いろんな人の真似っていうのは重要かなと思いながら見てはいるんで、誰か一人とかっていうわけじゃないんですけど、まあ、それぞれのいい選手の上手い部分だったりっていうのは参考にしながらやるようにはしてます。例えばチーム内だとこの選手のここを盗みたいみたいなのを具体的になんか伺えたりしますか？やっぱりヤス君の、脇坂ヤスト君のターンだったり、まあ、秋さんのボールキープだったり、ジョアンのロングキックだったりもそうですし、まあ、和樹さん、小塚和樹さんのスルーパスだったりっていうのも、まあ、いろんな選手、本当すごい選手がいるので、まあ、そういうのは少しずつ盗んでいきたいなと思ってます。田辺修斗選手が去年なんかファンカンとかでコントをやられたりしてましたけど、なんか今の彼のプレーとか見ていらっしゃいますか？たまになんか寮の食堂とかでみんなで千葉の試合流してみたりしてます。結構なんか活躍、やっぱりすごくディフェンスラインにフィットしてるなって思うんですけど、なんか見ていてどういう風に感じますか？まあ、やっぱ能力が圧倒的に高いんで、まあ、推進力もありますし、パワーもありますし、なんか伸び伸びしててすごいなと思います。ちょっと今同い年ということで、遠野大也選手でもちょっと伺おうかなと思ったんですけど、遠野大也選手とは仲いい感じなんですか？あ、仲いいですね。はい、まあ、根っから明るい性格なんでまあ一緒にいて楽しいですし、まあ、盛り上げ明るいやつだなって思いながら一緒に過ごしてます。内定の前にも2020年のプレシーズンキャンプですかね、参加されて、で、中村健吾選手と当時の選手と同部屋だったっていう話を伺ったんですけど、どんな話をされたんですか？まあ、サッカーのことも話しましたし、サッカーに対するメンタル面の話だったり、まあ、それ以外の普段の話とかも、まあ、話させてもらったので、まあ、すごくありがたかったです、あの時は。でも同部屋って聞いた時の最初の気持ちはどうでした？やばいマジかと思いましたし、どこで休むんだとも思いましたけどずっと緊張しっぱなしでしたね。今もなんか健吾さんからアドバイス
てたりされてるんですか？そうですね、たまに、まあ、練習場だったり試合の会場に行ってるので、その時に、まあ、プレーのことについて話してくれることもあるので本当ありがたいです。これまで一番あのボールを奪うのが難しいなって感じた選手って誰ですか？まあ、練習だったら、まあまあ、たくさんいるんですけど試合して相手だったら宇佐美選手、イニエスタ選手、まあ、すごかったなっていう感覚はあります。そのどのあたり予測を外されたりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、どのあたりがその難しいなって感じる部分なのか。イニエスタ選手はまあ見ても分かる通り、まあ、逆取られる、最後で判断変えれる、反応変えられて逆取られるなっていうやっててという感じですし、宇佐美選手はタッチも細かいしスピードもありますし、なんか届かないところにずっと置かれてるなっていう感覚はあります。宇佐美選手、海外サッカーとか好きな選手とか好きなチームとかありますか？マンチェスターシティの試合とかは去年は結構よく見てましたし、好きな選手、まあ、王道であるんですけどデブライネだったりギュンドアンだったりは好きですけど、まあ、上手すぎるんで、まあ、参考になるのか何なのか分かんないですけど、昨シーズンから結構そのカンテ、エンゴロカンテ選手に例えられたりすることが多いと思うんですけど、なんか昨シーズンもその脇坂選手にインタビューしたことがあって、その時にそのエンゴロケントっていうのをちょっと伺ったことがあって、なんか言ったらまんざらでも なさそうだったからみたいな感じでおっしゃってたんですけど、なんか それなんか例えられて立花選手はどう思いました？いや、まあ嬉しいは嬉しいですし、まあ、そうですね、まあ、好きなタイプではあるので、まあ、率直に嬉しい気持ちではあります。最後にちょっと日本代表っていうところを伺いたいんですけど、今あのフロンターレの選手が元フロンターレの選手だったりが多いと思うんですが、まあ、これから田島選手もぜひ入っていってほしい選手の一人なんですけど、そういったことを考えたときに、なんか自身の中でこれから課題というか必要なことっていうのはどのあたりっていうふうに感じますか？そうですね、必要なことですか、うん、まあ、やっぱり技術も全然、まあ、一緒にやってたからこそ分かるので、まあ、全然レベルが違うなっていうのも感じてますし、そこの技術の部分っていうのはもっと上げないといけないですし、判断の部分も全然負けてるので、そうですね、まあ、全部なんですけどまあ、そこの技術の部分だって判断の部分だったりっていうのはよりもっと上げていかないと、まあ、まだまだ代表にはなれないなって思ってるので、そこはまずフロンターレでもうまいって言われるぐらいまでなりたいなとは思ってます。旗手レオ選手がセルティックで活躍されてますけど、あの時とあの三角形のところで組んでいた、はい、あの旗手レオ選手ってどんな選手でしたか？スーパーですね自分でも運びますし、周りも使いながらゴール前にも入っていけますし、シュートも持ってますし、守備も強いですし、走ることもできるんで、そうですね、まあ、バケモンですね、大学時代から知ってたんですけど、まあ、バケモンですね、あの人は。同い年の田中碧選手が今あの定着していると思うんですけど、去年半年間で一緒にプレーされましたけど、田中碧選手っていうのはどんな選手ですか？まあ、上手いですし、周りも動かせますし、なんか一人いるだけでチームが安定する選手だなっていうふうに一緒にやってて感じてました。なんか刺激になりますか？そうですね、まあ、まあすごすぎたんで、まあ、あの人青とかは、まあでも一緒にやってた選手が代表とかでやってたら、まあ少しは代表とか意識するようにはなってますし、まあ常に刺激にはなってるし、まあ代表とか見るのもとても楽しいので、まあ負けてられないなって思いながら見てます。わかりました、ありがとうございます。はい、残りシーズン短くなりましたけど頑張ってください。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。